ありがちズーム。コメントパトロール。さあ皆様、今回もありがちズムのコメントパトロールにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。今回も動画のコメント欄に物申してまいります。いや、物申しはいたしませんが、いろいろとコメント拝見させていただきます。さあ行くぞ。それでは一つ目のコメントは、ちょっと待たれ、まだ何の動画のコメント欄を見るのか言ってませんよ。どうと、そうでした、失礼いたしました。え、本日はこちら、 B 型にありがちなこと、こちらの動画のコメント欄をパトロールしていきたいと思います。思います。はい、訂正ありがとうございました。もう気をつけてくださいよ。ごめんなさい。それではコメントパトロールやっていきましょう。まず一つ目のコメントは、 B 型は A 型のことは読めないが、 A 型は B 型のことを読めがち。なるほど、そういうことになっちゃうんですかね。まあ A 型の人はいろいろと気づけるところあると思うから B 型の人のことを読めるんだろうけど、 B 型の人はマイペースだから A 型の人のことというか他の人のことをあまり気にしないからみたいな感じですかね。なんかこれを見ると A 型の人のカロリー消費量が半端じゃないような感じがするよね。そうだね、 A 型の人お疲れ様です。まあもちろんみんながみんなそうじゃないとは思うけど、こういう事例は多いのかもしれないね。ですね。ちょっとこのことを意識して周りの A 型の人や B 型の人を観察するのも面白いかもしれないね。ああなるほどね、本当にそうなのか観察するってことだね。ちょっと気になってきたな、やってみよっと。コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは2つ目のコメントは、 B 型は開き直りのプロです。人と同じ考えが嫌い、いつも少数派です。ほう、開き直りのプロときましたか。何かご経験があるのかもしれませんね。この人自身が B 型でそう思っているのか、もしくはそういう人が周りにいるのかもしれないね。人と同じ考えが嫌いでいつも少数派ってことは、奇抜なファッションしてたり変わったものが好きとかそういう人が多いのかな。まあ人と考えが違ったり少数派ということは、そういう感じの人はもしかしたら B 型が多いのかもしれないね。おーりゃ、また観察するものが増えちゃった。なんで君の仕事みたいになってんの。でもなんかここまで聞いたら私がやらなきゃって思っちゃって。ああいや、別に使命感に駆られる必要はないんだよ。でもなんか気になっちゃうよ。気になる気になる。ああ分かった分かった。じゃあこのこととさっきの A 型と B 型の人のことは俺が調べとくから、ちょっと結果を待っててくれないかな。別にそこまでしなくていいよ。どっちなんだよ、もう。めんどくさいな。なんか言った。いや何もありませんよ。次のコメントに行きましょうか。コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントは、B 型のやつらって面白いくらい共通してるような。やつらって、やつらってなんでちょっと上からなんだよ。確かに気になるね。まあでも B 型のやつらに何かされたんじゃない。だからやつらって言うんじゃないよ、やつらって。ちょっと言ってみたくなっちゃった。まったくもう怒られるよ。にしても面白いくらい共通してるということは、この人の周りの B 型の人たちはあるあるに当てはまることが多かったんだろうね。だね。それに他にどんなところが共通してるのか教えてほしいね。そうだね、動画のあるあるになかったあるあるがあれば教えてほしいもんね。そうだね、そういうコメントもじゃんじゃんお待ちしております。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてコメントありがとうございました。それでは次のコメントを読んでいきましょう。なんか私を見てるみたい、この B 型爆笑わらわら。私 B 型だからめっちゃ共感できる。わあ、めっちゃ当てはまってる。はあ、こういうあるあるというコメントは嬉しいですね。そうだね、あるあるネタチャンネルの醍醐味だよね。うんうん、まああるあるネタを扱ってるんだし、みんなが共感できるものを提供させていただいてるんだから、これぐらい当然だけどな。もうこらこら、調子に乗らないの。こんな嬉しいコメントいただいてるんだし、少しは調子に乗ったっていいじゃねえかよ。かなかな。だからって当然と思ってはいけません。感謝は忘れちゃダメなんだよ。わかったわかった。もうコメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントは、 B 型だけど全然わからん。はい、すみませんでした。昇進に乗って申し訳ございませんでした。こういうコメントもありますよね。本当に申し訳ございませんでした。以後昇進してまいります。ほれ、見たことか言わんこっちゃないもん。いや本当に申し訳ございませんでした。にしてもまあ共感できない方もそりゃいますよね。まあ人それぞれだからね、そういう方もいらっしゃいますよ。しかし我々はこんなことではくじけない。これからもできるだけたくさんの人が共感でき、たくさんの人が楽しんでいただけるようなあるあるネタを作ってまいります。唐突な激しい声明文だな。そういうことです。コメントありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけで次のコメント参りましょう。血液型と性格の関係は科学的根拠はありませんよ。当てはまったと思ってる人に関しては本当に当てはまる場合もありますが、大半はバーナム効果だと思われます。次のコメントですが、飛ばすな飛ばすな、ちょっと待て。だって、いや気持ちはわかるんだけどさ、ありがたいコメントしてくれてるんだから読まないと。そうだよな。っていうかバーナム効果ってなんだっけ。
バーナム効果、私もあんまり知らないけど、確か星座占いなど個人の性格を診断するかのような準備行動が伴うことで、誰にでも該当するような曖昧で一般的な性格を表す記述を、自分もしくは自分が属する特定の特徴を持つ集団だけに当てはまる性格だと捉えてしまう心理学の現象だったと思うんだけどな。めっちゃ詳しいな。なんでそんなに詳しいんだよ。まあそれはググった。んだそれ、ググったんかい。まあでもそういうことになるのかな。まあいろいろと科学的に証明されてることもあるんでしょうけど、もしかしたら証明されてないこともあると思うし、私たちはちょっとね、血液型信じてみたいな。そうだね。まあいろんな考えがあっていいと思います。コメントありがとうございました。それでは次行きましょう。足早だな、もう。次のコメントは、単純作業が苦手でっていうのは私の性格かと思ってたけど、 B 型ありがちなんですね。まあ先ほどのコメントもありましたし、人それぞれかもしれませんが、まあ多いでしょうね。いや自信なくなっちゃってるやん、もうしっかりしてよ。だってあるあるネタのチャンネルなんだよ。あなたが自信なくしてどうするのよ。まあそうだよな。わかった、俺迷わないよ。ありがとう。もうしっかりしてよ。そしてコメントしていただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントは、うちのパパ B 型だけど、プラモデルとかだとすごい集中してるよ。俺もプラモデルめっちゃ作るけど、2時間くらいで作業やめて寝る。ああ、ダメだ！やっぱり何を信じていいのかわからないよ！俺には見えないよ！わからないよ！何もわからないよ！絶望のフラグ回収早いな！こういういろんなコメントがあっても突っ走っていく、クリエイトしていくってのを誓ったんでしょうよ！そうだけど、こんなにすぐに崩されると思わなかったんだもん！俺わからないよ！しっかりせんかい！これからもあんたと私って頑張っていかないといけないのよ！もっとシャキッとしてよ！はい、わかりました。何その切り替え。え、だって切り替えって大事でしょ？いや、大事だけど、その切り替えはもはや怖いわ。なんか最後を感じるわ。何言ってるんだよ。さあ、次のコメントいくよ。コメントありがとうございました。たくさんのコメントお待ちしております。うわ、ダメだ。もう精神が崩壊しかけているというか、もうしてるんじゃないの？ここからは私が進行しないと。何？落ち着いた。ごめん、もう大丈夫。本当に？はい、大丈夫です。コメントありがとうございました。それでは次のコメントは、大丈夫かな。 B 型は一人が最強。友達がいると自分のマイペースさで迷惑をかけることが多々ある。なるほどな。これは多分経験談なんだろうな。そうだね。でも友達ってそういうところも理解しているのが友達だと思うんだけどな。だからきっとコメント主さんが思っているより友達は理解してくれてるんじゃないかな。まあ確かにいろんな意見があると思うけど、僕もそう思うよ。それに友達って多少迷惑かけてもいい存在だと僕は思うんだ。その分他でいっぱい笑い合えればね。なんか結構いいこと言ってカッコつけようとしてない？なんでそういうこと言うんじゃないよ。心からそう思ってるんだって。まあでもいいんじゃない、そういうの。もちろんマイペースすぎるのは良くないかもしれないけど、こうやって友達のことを気にかけているだけで温かい人なんだろうなって思うよ。そうだね。っていうか私もマイペースなところ多いし、気をつけないとな。それは俺だってそうだよ。コメントありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、 B 型にありがちなことのコメントパトロールいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。これからも続けていきますので、コメント高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー、今回もいろんなコメントがあったね。そうですね。全部は伝えきれていないので、他のコメントもまだまだ読んでいきたいですね。そうだね。楽しいコメントもいっぱいあるし、いろんな意見のコメントもあるし、自分の考えとは違うコメントもあって勉強になったり、わからないコメントがあったり、あとは他にもいろいろ。壊れないで。待って。たくさんのコメントをお待ちしております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。落ち着け。もうあんたはいいから黙ってなさい。さよなら。ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。